グン、えー、今日は、なさ先生のパルスフィールドアブレーション講座第2夜ということで、えっ、ー、と、第2夜の今日はですね、あのー、まあ、第1夜ではメカニズムと、それからファーストインヒューマンのいろんな苦労のお話を聞かせていただきまして、非常に、えー、理想的なデバイスであるパルスフィールドアブレーションのお話をたっぷり聞かせていただいたんですが、まあ、第2夜の今日はですね、えー、リアルワールドエビデンスということで、じゃあ実際に ま,あまとまった患者さんにやったらどうだったか、まあ、それはもちろん、えー、既存の RF ですとか、えー、クライアブレーションとかっていうものと、もちろん比較して、えー、それに劣らないデータで、まあ、安全性は非常に担保されているものだと思うので、エフィカシーはどうかということは、まあやっぱり気になるところではありますけれども、えー、そういった諸々のことについて、船迫先生にまたお,はあのお話聞こうと思いままますすすよよろろししししくくおお願願いいいいはありがとうございます。 今日第2夜ということで、ですね私の方からは、前回お話しさせていただいた臨床試験を中心としたところから、ですね一歩進んだお話ですね、えー、私、今お話ししているのは、このチェコ共和国から、この回参加させていただいてるんですけれども、えー、私が住んでいるこのチェコを含めて、ですねヨーロッパで、このパルスフィードアブレーションのデバイスが解禁になったのが、2021年の3月です。 そなとそうですね、2021年の3月ですね。うん、ということで、えー、今夜のタイトルはですね、2021年の3月、欧州でパルスフィールドアブレーション開始というところからのストーリーをー続けてお話しさせていただこうと思います。お願いします。このパルスフィールドアブレーションですね。 えー、内容は前回お話ししてますので、えー、どんなデバイスかなというのを知りたい方は、ですね前夜を見返していただいて、その同じデバイスが市販化されてからなんですけれども、1つ、面白い試みが、うん、行われたので、ぜひこれ、紹介させていただきたいなと思うんですけれども、世界初市販 PFA を前例調査ですね、この前例調査というのが、本当にまあ今回初めてかなと思うんですけれども。 パルスフィールドアブレーション出る前、例えばですね RF であったりクライオアブレーションもそうですけれども、いまだかつて、ですねじゃあこの道具が医療機器として承認取りました、じゃあ患者さんの治療を進めましょうってなった時にですねその先生方、その施設でその患者さんで一番最初にやる症例から初めて全部投資でレジストリに組み込んだスタディっていうのは、いまだかつてなかったんですね。なるほどただ このパルスフィードアブレーション、今までと原理も違うし、臨床試験でも安全性は非常に高そうだし、有効性も非常に高そうなので、せっかくだったら、この一番最初に世界の PFA マーケットの最初の市場となるヨーロッパで、ぜひまあ広がってたですね、どういう使われ方をしてて、どういう成績が出るのかっていうのを調べてみましょうと、みんなが同意してですね。 私たちの施設ももちろんそうですし、私もそうですし、えー、みんながあこのレジストリーに協力することになって、一つの大きなレジストリーができましたので、そのお話をさせていただこうと思いますこの時点では、どのくらいの国、何カ国ぐらいで使えるようになってたんですかありがとうございます。まあ、そのデータをですね、えー、ちょょっとお話ししましまうか参加した、えー、施設はですね24の施設ですね。 でその内訳見てみると、アカデミックといわゆる大学病院ですね、まあ、これが7割ぐらいです、ね、でプライベートの病院が2割と、残り8%というのがまあその中間地点ですね、うんでえー。参加したオペレーターですね、まあ、施設ごとのオペレーターというのは大体平均3.3、まあ、人ぐらいですね、まあ、経験年数としては、まあ、若い人だったらですね経験2年で、えーあ、ごめんなさい。 えと経験年数からすると、ですね、まあ、若い先生だと、まあ、経験5年ぐらいですね、まあ、結構、熟練の先生だと経験20年 1, 1, 1施設のオペレーターが3.8年ってことですかそうですね、参加した施設の、えー、バックグラウンドのお話ですね、はい、ここのテーブルこ、ねはい、大体どれぐらいの施設やってますかっていうのを聞いたところ、ですね、まあ、少ない施設でも300例ぐらいですね、年間で。 多い施設だと年間2200例、FNAV レーになってますけども、これ、どこなんでしょう、すごいですね、これは。いや、でもこれだよね、やっぱり何千例っていくところ、なかなかないと思いますね、世界中見ても、割と珍しいですね。うん、で、えー、このレジストリーが行われた期間なんですけれども、えー、と市販が開始されたです、ね、2001年のあ、2021年の3月からですね、まあ、約1年ちょっとの間ですね。で、その間にですね PFA のケース、何例ぐらい、えー、しましたかと。 いうところ聞いたところまあ、7例から291例と、まあ、これぐらいの幅だったんですね。で、えー、一番最初の PFA の症例、まあ、どれぐらいにしましたか、まあ2021年の3月、この年っていうのが解禁になった、まあ、一番最初の月ですので、一番早いとこ,がところはこの月からですね。で、遅くともその年のうちに PFA の症例、まあ、パラシューブレーションの症例を始めた施設っていうのがまあ24個選ばれたということですね。 おそらくまあ9カ国だったんじゃないかな、8カ国、9カ国だったんじゃないかなと思いますね。でえー、こういった施設でレジストリーを取ってるんですね。で、その急性期の状況っていうのが、この右のテーブルに書いてます。うん、まあ麻酔どうしましたかというのをまず最初に聞いてるんですね。これ、なぜこういう話をするかというとです、ね、このパラスフィードアブレーション、僕ら、えー、やり始めるにあたって1、一つ準備しないといけないものがあるんですけども、それは今までと。 1段階深い麻酔の震度ですね。うん、っていうのも、えー、今までですね、えー、このアブレーション RF、例えば高周波であるとかです、ね、クライオンでやるときっていうのは、施設にもよりますけれども、まあ、やろうと思えば患者さんとうっすら意思疎通ができるぐらいの患者さんの鎮静度でアブレーションしようと思えば、まあできなくはないですね。 患者さんと会話しながらアブレーションするなんて場面もです、ね、カテカテ,テル室ではよくまあ見られたわけなんですけれども、このパルスフィールドアブレーションに限って言うと、ですね患者さんとお話がデベルできるレベルでは、ですね患者さんの痛みもかなり強いですし、患者さん、どうしても動いてしまいますので、必ず、まあ、いわゆるディープセデーションと言われる、ですね、うん、もう医師の疎通が取れない、痛みに対して反応しないぐらいの深いセデーション、うん、もしくは全身麻酔のいずれかが必要になるというふうふに言われています。 えー、その先ですね、テーブル、右側のテーブルの後半見てみると、PVI 自体はですね急性期では、もうみんな、PVI の急性期的な成績に関しては、みんなできましたよというふうに言われてますして、このプロセージャータイムですね、でこのプロセージャータイムっていうのは、まあ、文字通り、えー、主義始まってから終わるまでですね、えー、と先ほど、まあ、あの第1話の時にお話ししたアブレーションタイムと違って、ですねプロセージャータイムで、まあ、いわゆるトランセプターをする前から、まあ、全部終わりましたよまでですね。<laughs> でこの65分で終わりましたよというのにはです、ね、まあ、当初、施設によっては、まあ、僕らのところもそうなんですけども、例えば、えー、患者さんの心臓の 3D マップ、まあ、どういう風になってるかな、まあ、あの構造がどうなってるのかなとか、電位がどうなってるのかなというのを調べて、まあ、別のデバイスで調べてで、この治療デバイスで治療して、また別のデバイスを入れて、 で治療した後の効果どうなってるかなっていうのを調べたりした時期がありますので、そういったのも全部含めてだいたい1時間ぐらいなんですね。はい、で、この65分という数字ですね、実はこれ、えー、岸君もですね、ファーストインヒューマンの時のプロセッシャータイムというのが、この65分と非常に近い、平均67分という数字だったんですね。うんうん なので、まあ、これだけ施設を広げて、オペレーターを広げて、患者さんを広げて、まあ、数いっぱいやってと、まあ、この結局です、ね、このレジストリー、1700人以上の患者さんが参加していただくことになったんですけれども、そんな1700人以上の患者さんで、これだけの、まあえー、幅広い施設、オペレーター含めてでも、ね、やっぱり1時間ちょっとで主義が終わりますよということが再現できたというのが、かなり大きい、えー、インパクトになったんじゃないかなというふうに思います。 先生これはその、いわゆる先ほどあの第1夜でお見せいただいたですね3ヶ月のデュラビリティがかなり高いということを踏まえて、もうやっ始めたのの後との電位は取るべきなんですかねあの。ありがとうございます。これはですね、今となってはちょっとクエスチョンが残ってしまうんですけれども、えー、この当時、何が一番見たかったかというと、ですねやっぱりカテーテルの大きさ。 と形状が、やっぱり僕らが初めて触るタイプのカテーテルだったんですね、うん、このバスケット状のカテーテルっていうそのものが、ですね今まで言うバルーンともちょっと違うし、はい、あのこうバスケット状のカテーテルをさらにですねペタッと平坦な花びら状のカテーテルにできるというのも新しいデバイスでしたので、うん、じゃあ実際、このーボの中で、ですね肺静脈、僕らがターゲットとしているところに対して、どれぐらいの大きさのリージョンができてるかというのはやっぱり僕ら気になったので。うん まあこの今までと形状の違うカテーテルでどれぐらいの範囲の砂防が実際にその効果が出ているのかなというのを調べる目的が一番大きかったというふうに思っていただければいいかなと思いますので、まあ、実際、ですね、もうこのレジストリーが取られたヨーロッパでのこの初のパルスフィードアブレーションからも3年以上今経過していますのでもう今はですね、そういった。 治療効果を急性期で確かめたりということは、もうほぼしなくなっている施設が多いんじゃないかなと思いますそうすると、このプロシージャータイムはかなりそこから下がってると考えていいですかそうなんですあの、ここから後に出てくるレジストリーはです、ね、その多くは、えー、途中で、えーまあまあの、これだけ時間を空けてくださいねとか、これをやってくださいねという指定がなければ、ですねどんどんここからさらに減っていく傾向、まあ、短くくなってていく傾向が見られてます、うん、すごいっすね。はい はい、でもっと詳細を見ていきますと、まあ、これ、治療中にです、ね、どんなことをしましたか、何を使いましたかとか、そういったことをいろいろ見ているんですね。で特にです、ねまあ、この中でまあ何を言いたいかというとです、ね、この下の方を見ていくとです、ね、この赤で囲んだこの表というのはです、ね、じゃあ、手記で何をしましたかなんですね。で考えてみたらこのパラスフィードアブレーション ができるようになりました、えー、まあシンボサイトにも適用になりましたよとは言ったもののですね、えー、第一夜でもお話しした通りですねターゲットとなる部位というのはあくまで肺静脈なんですねところが蓋を開けてみるとこのレジストリーでですね、えー、アディショナルリージョンセットで書いてますけども、うん、まあいわゆるまあ平たく言うとですね肺静脈以外で何かしましたかっていうアンケートを取ってんですね結構やってますねみんなそうなんですこれサンバンスフリクエンチェオウェイズってなってますけども、うん まあ結構みんないろんなことに手を出していろいろやってる、うん、これ、あれですよ、もうこの施設、全部あのー、初めて握るカテーテルで、初めて使うデバイスだはずなんですけれども、もう1年ちょっとのレジストリで,で、すね、うん、ここまでやっぱりみんないろいろやりだしてるんですね、まあ、これ、ALWAYS がすごいですね、ALWAYS。<laughs> そうなんです、あの必ずやってますよってところもあるぐらいですね。 これ、レジストリデートだから、みんな別にその縛りはなくて、まあ自由にやってるってことなんですよね。まあ、えっ、ー、と、そうですね、こ,この調査をしたものですね、まあ、アンケート形式ですので、あくまでですね、ははその施設として、まあ、どれぐらいの頻度でやってますかっていうのをうざっくり答えてくださいというアンケートを取りましたよという、うん、そういった結果なんです、ねまあ具体的な数字というのはもう書かなくていいですよというふうな調査方法でしたけれども、ただですね、一つ。 うまああのコメントに値するかないというのですこの公壁だとかルーフラインというところですね、これ、過去今まで、ですね RF とか、まあ、クライオとかホットバルーンとか、まあ、そういったバルーン系、高周波系では難しいとされてきた理ンなんですね、うん、いくつか理由あるんですけれども、まあ、一つは食道が非常に近い、解剖、うん、学的に近い隣り合わせのところですので、うんえー、まあ熱の波及によるコラテラルダメージというのが懸念されるので、安全性という意味で1点。1> はい でもう一点というのはこの特にルーフラインというものをいわゆる天井、天外部っていうのは、まあ、そうなんですけれども、えー、と人によって結構、ですね心房筋の厚さがまちまちっていうふうに言われていますし、うん、まあ、えー、とここにですね電気的に、えーえー、2つのおエリアにですねピシッと分けてしまうぐらいです、ね、電気的な隔離ラインを作るというのは人によってはやっぱり結構難しいなと僕は感じていたんですけれども、うん、まあそれが。 このパルスフィールドアブレーションのおかげでですね非常にまあ安全にかつ素早くできるというのもあってですねやっぱりここら辺は最初に導入した施設であってもですね結構な割合の施設がやってみているというのが分かるかなというふうに思います、ね、先生、これはあくまでワイヤーを通してそこに乗っ,かって乗っけていく感じのデバイスですよね。 あのそうなんです形状としては、です、ねえー、排除予約の中に基本的にはもうワイヤーを入れて、そこにワイヤーを残しておいて、はい、形を変えて治療してくださいねというデバイスなんですけども、まあ、実際にまあこういうところやるというのは、ですねワイヤーが邪魔になって、やっぱりカテーテルが移動できませんので、そういうときはです、ね、もうワイヤーを全部、もカテーテルの、うん、<え>シャフトの中に全部収めてしまって、ですね、うん、なるほど花びら単独、ね、あ,あるいはそうですねまあカテーテルの電極部分。うん だけになるようにして、えー、まあこういったところまでアプローチするというやり方を取ってますねこれ当たってるか当たってないかっていうのは分かるような仕組みになってますかあありがとうございますこれですね非常にそそこ今本当に今このパルスフィードアブレーションがですね市場に出てから一二、えー、年経ってからですねその話題っていうのが本当にトピックスになったんですけども、うん 当初、電極をです、ね、あのターゲットとするところの近くまで持っていけば、まあ、必ずしもそんなに強いコンタクトはいらないんじゃないかという,う話があったのはそれは事実なんですねただ、まあ、やっぱりです、ね、これから何年も経ってくるといやどうもこの電極っていうのは、えー、組織に対してしっかり,やっぱり当たっている必要があるんだよと。 いうことが分かってきたのです何かしらのモタリティでそれを見なければ成績が落ちますよということは言われている話ではあるんですね、はい、いろんな学会なんかでもそれはディスカッションになっているんですけれども、そういったことの懸念というのは、やっぱり途中から出てきては話ではあるんですけれども、僕らの施設ですね、まあ、このチェコ共和国においてお話をすると、投資だけではなくて、ですね真空内調音波のプローブを1本。 追加で入れるようにしてますので、そのエコーを見ながら、組織との距離がどうだとか、ですね<ー>肺静脈の解剖的な形がどうだとか、ですねうんそういったことを全部チェックしながら、まあ、本当にこれはカテーテルがしっかり組織に密着して、有、え、効、ー、な治療ができているかどうかという判定をしてるんですねうんあくまでそのビジュアルでってことなんですね、コンタクトフォースとかじゃなくてってことなんですね。ねねそそうなんでですすすれを数値化化したりです、ねえー、ビジュアル化する 技術っていうのは、もう実際に臨床試験は進んではいるんですけれども、まあ、やっぱり今後、今、日本に入ってくるデバイスっていうのは、ですねまあ、それが必ずしもあるとは限らないですので、ま長、あ、いものについては、ですね、うん、何らかのモタリティでそれを確認する必要はあるだろうというふうに言われてます。すね、なるほど徳田先生、このノン PV に関してはどうですか、このデバイスって、あの双子先生はむしろ。 アドバンテージがあるんじゃないかというお話でしたけど。ノン P. V. はですね、もちろん、今、まあ、日本は使い始めたばっかりなので。はい、<laughs> まだ、あの、P. V. をやってる人ってのはほとんどいないので、僕らもちょっとわかんないですけど。うん、実際、あの、僕らはチェコで、あの、船沢先生の修行、ちょっと拝見しましたので。やんちゃな、やんちゃな修行。 なん <laughs> ちゃっていうか、まあ、<laughs> ノン PV をもう、バリバリやって、はい、もうそれもやって、もう30分で終わっちゃうみたいな感じなで、<laughs> <laughs> ちょっともう本当に衝撃というかですね、<laughs> もう、はい、そんな感じでしたので、やっぱりこれがノン PV に使えるんであれば、あの本当にもう革命的なデバイスになるのかっていうふうに思ってますね。 先生、ファーストセッションでノン PV までやるかやらないかって、うん、このデバイス使ったらどうですか何か変わりそうですかストラテジーがありがとうございます。そのノン PV を潰しに行くにあたって、日本人の先生って多分、こう。 ターゲットを絞って絞って1点で潰すみたいなのが、はいまあ、まあ好きですよねでこの。このデバイスって結構この形状も大きくてリージョンもこうかなり広い範囲になるっていうところがまあどう受け入れられるかなっていうところは若干懸念ですよね。まあかなり広い範囲をもう絨毯爆撃するような形にどうしてもなっちゃうので <laughs> まあそこはまあその後の 例えば AT とかそういうのを誘発しないかとかっていう懸念も含めて、うん、まあ、意見は多分大きく分かれるポイントかなと思いますね。ねありがとうございます。つこ先生、この、なんていうか、ちょっと話それますけど、 心房筋って、やっぱりそのアブレーション全部焼けはいいってもんっていうか、ね、今、深谷先生のお話ありましたけど、その、まあ、心房からは大切なその ANP っていう物質も出たりするわけなので、全部こう、やっつけりゃいいってもんでもなさそうではあるんですが、そこら辺っていうのはどう考えればいいですか、このアブレーション全般についてですけれども。その通りりですすあ,のありがとうございますこれ ここから先はです、ね、非常に深い話になってきそうな気がするんですけれども、まず一つ、僕らがやっぱり認識しておかないといけないのは、肺除脈隔離がやっぱり心房細動の治療の、まあ、ベースであることは変わりなくて、はい、それをきちっとやりさえすれば、非常にいい成績、まあ、8割から9割ぐらいの成績っていうのは、ですね決して不可能な成績じゃないという認識は持っておかないといけないなと。 いうのはああるんですけれどもまあ、過去ですね、RF とかクライオで行われた臨床試験で、えー、例えば、ま公壁やったからどうかとか、ですねサブストレートを見つけたらどうだとか言っても、やっぱりその手前の排除脈隔離のデュラビリティっていうのは、やっぱり100%かと言われるとなかなかそうまでは難しかったっていう時代背景があるんですけれども、まあ、やっぱりそのデュラビリティが100%に近づくにつれて、ノン PV という。 ものがですねもっとフォーカスされるようになるんじゃないかなというふうには思いますので、うん、まあそれはパルスフィールドの技術を使ってアブレーションをするかどうかっていうよりも、そのフォーカスをどうやって探して、できるだけミニマのアブレーションをするかっていうのは、ですねまた開発が進められているところの一つでもあるんですね。 なるほど確かに PV がしっかり焼けてるかどうかわからないまま他を、を他も焼いていくっていうのは、なかなかちょっとフォーカスがずれちゃうところもありますよねそうなんですね。そこはどうしてもなかなかですね既存のデバイスでは難しいところだったんですけれども、うん、まあそういったところもやっぱり、えー、今後ですね、まあ、このパラスピードアブレーションという技術が出てきたことで、その同じスタディのデザインでも違う結果が出るかもしれないっていうのは、期待はできるんじゃないかなと思います、うん、ありがとうございます。 はい、で先ほどのレジストリの、えーの結果を見てみますと、まずは安全性ですね、もう概要はお話ししましたけれども、24のヨーロッパのセンターで90人のオペレーターで1700人以上の患者さんで、まあ急跡的な効果というのは100%近い患者さんで得られてますよと。で、今度、急跡的なものとして、僕らがまず最初に考えないといけないのは、やっぱり合併症なんですけれども、この左半分の防グラインのグリーンでお示ししたのはですね、これは。 いわゆるアブレーション関連合併症と言われるもので,です、ね、食道の合併症であったり、えー、PV ステノ,ノシスであったりです、ね、フレニックナーブであったりなんですけども、まあ、1個だけです、ね、ポコっと出てるこれはです、ね、横、え、隔、ー、神経の麻痺が当日見られたけれども、まあ、その方は一過性のもので、うんえー、その後は大丈夫でしたよという報告がされている以外にですね、いわゆるパーマネントに残るような、いわゆる後遺障害として残るような合併症がゼロだったと。アブレーション関連症症の合併症はですね、うん で右側のこの赤いものというのは、ですね他のサーマルアブレーションとかと共通する主義の部分、いわゆる準備段階とか、です、ね、カテーテル操作の部分で、ですね例えばエフュージョン溜まりましたよとか、ですねストロークとかどうだったですかとか、あとは鼠径のアプローチのところの戦視が大丈夫だったですかという、まあ、そういうところでいうのは、今までと基本的には変わりないんですけども、まあ、こういったふうにです、ね、やっぱりアブレーションの関連の合併症がこれだけ1000人以上の患者さんで、初めて導入した患者さんでも非常に少ない結果だったよというのに加えて、 1年後、そういった患者さん、追跡できる範囲でですね追跡してみると、発作性心房細胞のとで8割超え、うん、で持続性、あるいは初期持続性の人で7割超えの人が AF、まあ、いわゆる心房細胞から1年後経っても解放されてましたよという成績が出たんですね。こ、うん、これはこれはだけオペレータータの 範囲と患者さんの範囲を広げて、まあ、主義の範囲も,もう広がっているんですけれども、うん、まあそれにしても、これだけのいい成績が最初から出たというのはです、ね、非常に大きな衝撃だったんじゃないかなというふうに思いますねこれは既存のものと比べるといかがですか、いどうでしょう、徳田先生、深谷先生、どうですか。これっていや、特にあの持続性に関してはやっぱり7割って、まあ、ロングスタンディングも入っていて、7割っていうのは、うん、なかなか既存のデバイスだと難しいと。 むむしろむしろろいいフォローの仕方とかにもよって、だいぶちょっと違ってはるんですけど、んあんまり7割っていうのは、やっぱり出ることはないですね。そうなんですね。この持続性は、ですねあの主期何やりましたかのところですね、いろいろいっぱいやってますねってお話ししたんですけど、やっぱあれだけ簡単にです、ね、公、え、壁、ー、隔離であるとか、ですね他のリージョンに手を出しやすい、まあ、安全だからゆえなんですけれども。うん まあそういったのをやった上であれば、ですねこれだけいい成績、底上げされた成績が出されていると、もちろんですねまあ,あくまでレジストリですので、各々まあ施設でフォローアップの方法も違えば、ああタイミングもまあ少しずれてたりしますので、これが正確な結果かと言われたらそうではないんですけれども、やっぱりですねえとこういった最初に使うデバイスで最初にやる患者さんをまあ全然フォローアップしないというのはま、あまあ普通はなくてですね、私たちの病院でもそうですし。 どこの施設見てもですね、やっぱり結構ですね、最初にやった治療群の患者さん、治療グループの患者さんというのは、それなりに結構やっぱりあのフォローラップされてる、しっかりされてる方が多かったかなという印象がありますので、うん、そういった意味では、やっぱり、面白いんじゃなこれはまあ、あくまでその、施、え、設、ーまあ、によっては PV 以外のところにも手を出してっていうのも混在した。 っていうままああデータではありますよねそうです、はい。だから PV オンリー、PVI オンリーのデータではないですね。そうですね、はい、わかりました、はいはいで。先ほどのものから続いて、ですねもう本当にヨーロッパでいろんなあ症例ですね、まあ、症例の報告が上がっています、もう場所もさまざま、患者さんの数もさまざまですけれども、うん、まあ、 全体的に見てみると、ですけれどもやっぱり治療時間ですね、あのプ,ロシプロセッジャータイムあの、手技時間、治療時間というものが非常に短くってばらつきが少ないということが言えると思いますし、急性期でやっぱりですね隔離ができなくて困るっていう場面というのは、まあ、僕らも日常的に遭遇することがないんじゃないかなというふうに思いますね、うん、この特にこの下3つの項目ですね。まあ、やるのは PVI が基本 ですし、まあ、そ,こそこから先何やるかというのはまあ施設によって様々なんですけど、まあ、それでもやっぱりですね急跡的には PVI はみんなきちっとできますしうん、うん、え時間もやっぱりきちっと決まったある程度の時間内には収まりますということが言えてますし、まあ、安全であることはもう複数のデータからも分かりますし、まあ、きちっとやればみんなきちっと同じようにきちっと安全で有効な治療ができますよというのがだいたい まあどの方向からも読んで取れるんじゃないかなというふうに思います、ね、これ、プロシージャータイムがかなりばらついているのは、これはラーーニングカーブですかね一つはそれもあるんですけれども、まあ、もう一つはまあ何をやるか、何を使うかっていうところに依存するのが大きいかなと思いますね。ちょっと細かい話になって恐縮なんですけれども、PVI だけやります、3D マップを使いませんとなれば、ですね、はい、守備時間というのはかなりまあ短いこの範囲内に収まるんですけれども、はい、例えばですね、 えー、この PFA デバイスだけじゃなくて、他の 3D マップを使って、もっとですね、えー、治療前の状態を観察したい、あるいは治療後の観察をじ、えー、観察した上で、そこからさらに治療を加えて、もう一回その状態を観察したいとなると、ですねうんそこから、まあ、プラス20分、プラス20分、プラス20分と、どん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 増えていきますので、まあ、そういった意味で、まあ、やればやるほどあ、あのー、ものを、他のものを使って検証すればするほど、 そういった主義時間というのは伸びる傾向にあるかなと思います。わ、うん、かりました、はい、えただ、ですね、まあ、いいことばかりお話ししても、ちょっと、はい、あ,あれなので,で、すね今回新たに、ね、このパルスフィールドアブレーションになって、おこれはパルスフィールドアブレーションならではじゃないかなと言われていることがいくつかあるんですねえ。日本でもおそらく話題にはもうすでになっていると思いますけれども、はいね、いわゆるコロナリスパスムという現象ですね。<laughs> でこのコロナリスパスムという現象ですね、私たち、このマニフェスト PF っていう先ほどのレジストリーで一例報告があったものなんですね。本当かな、どうかな、でもありがちだなと思って、私たちのところでこれ、まとめた患者さんをですね、えー、とこれ右の冠動脈をですね、造影しながら、その右の冠動脈に解剖学的に非常に近いところにこのカテーテルを持ってですね、いわゆるこれあの、心房、外を治療するときに、えー 治療するようなあの領域に勝てているもと持っていって、このパラスピードアブレーションのデバイスで治療してみた時の写真なんですね。うん、で、それを見てみると、ですねこの A がまあプレーですね、AB がこのベースラインですね。はい、で、治療が進んでいくと、ここですね、矢印のところですね。うん、非常に高度なスパスムを起こしていると。本当でですねでここでこ一つれ おお話し,しておかなないないないいいとけでですすねねこれ健常な患者さんなんです、ね、何も虚血性心神肝をお持ちの患者さんでもなければ、PCI、うん、あ,ー PC あるいはバイパスのようなそんな治療歴がある患者さんではもちろんない、まあ、リスクもそんなに多くない、冠、まあ、動脈ももともと正常の患者さんの冠動脈の近くでパルスフィードアブレーションをするとこういうふうになりましたよと、うん、いうことが分かったんですねなんでこれ、先生、コロナに打つそうと思ったんですか、この症例は。 実は、ね、このマニフェスト PF で報告されたコロナリスパスムの一例というのはですね、えー、マイトラルイスムスのアブレーションをしましたはいとそのところスパスムが起きましたよという報告だったんですね。<laughs> まあそれドイツのあるルス施設で起こったことなんですけれどもでそのマイトラルイスムス とスパスムの関連というのは、実はですねこれ、物理的にマイトラルイスムスというのは、左の回線脂の冠動脈がちょうど走っているところと、解剖学的にはもう同じライン取りになるんですね。うん、同じライン取りというか、ですね同じ領域で起こることなんですね。ただ、このコロナリスパスムですね、私、第一夜でお話しお話しをしなかったんですけれども、そうなんですこの臨床試験の中でコロナリスパスムっていう事象は一度も観察されなかったんですね。え、そうなんですか。うんつまり、そうです。このレジストリーを取り始めて初めて分かったこと。 うーんなんですね。ということは、普通に排除薬隔離、もしくは、こう壁なりなんなり、ルーフラインなりですね、そういったところを触ってるだけでは起きないけれども、こういうふうに冠動脈が物理的に走行しているところの近くで、パルスフィードアブレーションすると、それが何かしらスパスもを引き起こすんじゃないかということで、これをやってみようとうんいうことになったんですね。 じゃあまあその起こったから慌てて冠動脈増影してみたってことではなくて。というわけではなくてですね、ええ、あらかじめ準備してベースラインを取っておいて、そこで治療してみたと。実はこれですね、数を増やして見てみるとですね。 えー、何にもしない状態ですね、まあ、予防しない状態で、えー、パルスピードアブレーションを同じところですると、ですねまあ実に8割ぐらいの患者さんが何らかのスパスムをこう起こすしし、えー、すごいですね、これ <laughs> よく何もイベント起きませんでしたね。そう, <laughs> そうですね、えー、まあこ写真ご覧いただいても分かるようにです、ね、これかなりこうシビアなスパスムが起こるんですね本当ですね。 またこれちょっとくどいようですけれども、これ、患者さん、皆、健常な患者さんなんですね、コロナリーインターベンションの対象になるような患者さんは、一人も、まあ、そんな患者さんじゃないと、うん、ただ、こういった現象というのは、ニトロで、えー、解除されるものだし、うん、ニトロをあらかじめボーラス、まあ、このプロトコルを下に書いてますけれども、まあ、こういうふうに、ボーラスで、ニトロで予防をしておくと、まあ、こういった現象というのは、かなり予防が効きますよと。うん いうものでではあるんですねこれだけまあそのひ発に近い感じで起こっちゃうってことであればもう主義に伴って PV 以外を焼くということの主義であればもうコロナリーにてか右肝動脈に縦入れとかないといけないってことになっちゃいますかね。 あのー、そこもですね僕らも検証をしてみたんですよこのまあ同じこの報告の中で、ですね、まあ、本当に貫中をしないといけないのか、はい、それとも全身投与でいいのか、うん、はい、はい、で結局ですけれども、まあ最終的に、えー、まあこういうですね、えー、コロナリーが近いところにパラスイードアブレーションするときに、えー、使ったプロトコルというのは、これですね、IV、うん、で、これぐらい予防ができそうということが分かったんですね。<laughs> うん なので、ここら辺の近くを触るときには、予防がいいだろうと思い,いますが、このスピーションですね、えー、一夜でお話しした通り、設定、電圧、パルス回数、パルス幅、そんなものが、えー、デバイスによって、やっぱり完全に違う設定になっているんですね。<laughs> なので、 このデバイスだけがこんなにひどいスパスムが、まあ、このいというか、シビアなスパスムが起こるのか、それとも他の会社の他のデバイスでやったら、もっと、まあ、マイルドなスパスムで収まるのか、そこらへんはです、ね、まだまだ何も分かってないというのが正直なところかなと思います、ね、でも確かにコロナリーを見ると、そのいかに花びらが大きいかっていうのがよくわかりましたね、対象物があると。うん そうですね先ほどの写真なんかはですね、まあ、非常に広い後半にですね,、はい、ですねスパスモが起きてましたし、ねうん、まあここにあるようにですね、カテーテル、まあ、こういうふうに、まあ、違う形状のカテーテルを使ったとしても、やっぱり結構大きい範囲のスパスムっていうのが起こるのでですね。なるほどうん。興味深い。ただ、まあ、ニトロで解除されるし、ートロで予防はできそうですよということは分かってますね。はいあれ CTI やるときに結構大きいんで、例えばちょっとこう、ブロックが 心配にななるととかそういいったことはないです防湿ブロックの,喉の近くまでここ。あなるほどあ。ありがとうございます。はい。そうですね。あのー、実はこの CTI、えーね、CTI で僕らがターゲットにするところの本当に中核側っていうのはですね、あのー、4つのチャンバーの集合地点というかですね、羽毛、砂防、右室、左室の、まあ、本当に、えー、中間地点に近いところまで行っちゃうんですね。 ただ、あまりにそこの近くギリギリを狙って治療をしてしまうと、ですねやっぱりこの電極の周りにはパルスフィードの,そのフィールド、電解っていうのができますから、まあ、上方向、下方向、横方向ですね、まあ、どこまで電解ができるか、まあ、実際体の中でできているかっていうのはやっぱりわからないし、やっぱりそれだけ急性期の効果も高いですので、あまり中核側には近寄らないように。 僕らは進めていっているです、ね、なるべくラテ普通よりもちょっとラテオリぐらい,い、ね、外側を狙ってっていうことですね,ね構造的にやっぱり何もない離れた安全なところにカてテトゥルを持っていくと、はい、なるほどありがとうございますはいでもう一つですねついで,、ま、あのついでにですので,でこの PFA ですね先ほどのコロナリスパスムだけじゃなくてですねもう一つ溶血という現象も確認ができてます これですね、まあ、ヨーロッパの複数のセンターで、えー、報告が上がってるんですけれどもパルスフィールドアブレーション後の患者さんで腎機能障害を認める患者さんが複数出てきましたよというのが言われるようになったんですね。でよくよく調べてみるとパルスフィールドアブレーションの術後っていうのはですね、やっぱりまあ,あ溶血が起こっててクレアチニンが上がる患者さんっていうのは一定数いるんですけれども。 そういった患者さんに共通することっていうのはとにかくやっぱりアブレーションのボタンを押した回数が多い患者さんに集中していると。るまあこれ何がいいかというとあの溶血っていうのはまあおそらく肺静脈隔離をするぐらいのアブレーション回数であれば大丈夫なんだけれどもそれを大幅に超えて例えばまあここにもありますけれども。うん まあ120回、150回、これ、120回、150回というのが何かというと、まあ、一夜でお話しした通り、このデバイスはですね1本の肺静脈で8回がスタンダードコースですので、4本、まあ、標準的に肺静脈持っている患者さんだと32回で1つの手技が終わるんですね。はい、で150回というのは、おそらくそれに5倍近い、うん。確かに 回数ですので、まあ、それぐらいやっぱりですね、パルスフィードアブレーションのエネルギーがかかり続けると、溶血が起きてしまって、中には腎機能障害を発症してしまって、まあ、一時的には透析を余儀なくされる患者さんというのも出てきてしまいますよという注意喚起というのがなされています、うんうん、この例えばクライオとかあれでは、そうなんです、これ2つはですね、このパルスフィードアブレーション特有の合併症だろうと。 いうふうふに言われてます、うん、でもあの出力だと本当は赤血球は大丈夫なはずっていうお話じゃなかったでしたっけ第一夜では。そうですあの理論上はですけれども赤血球はこの出力設定では大丈夫だろうというところを狙ってはいるんですけれども、うん、まあ実際にはですねその出力っていう言葉の中には電圧だけではなくてその電圧をかけるパルス幅回数 そ蓄積っていうのが全部、まあ、あ総合的に見てのエネルギー量というのにもかかってくるようですので、うん、まあこれはですねおそらく他のデバイスでもですねあのこういったものというのは検証をする意義というのはあるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、理論としては同じ理論を使ってアブレーションするデバイスのグループに入りますので。うん まあ,やっぱりあとでかいっていうことですよね、だから赤血球に接する面積もやっぱり多いってことなんですかね。そうですね、それもあると思いますね。あとフィールドですもんね、えー、はい。ええー、そうですね。はい。わ、はい、かりました、まあ。この前2つのことがありましたので、えー、PFA って本当に安全かどうか、まあ、ここでですね、やっぱり冠動脈のスパスムが起こるんじゃ危ないんじゃないか、まあ、溶血が起こって、そんな患者さん透析にまで。 させられな内容となるのは、これはまあ、至極のまっとな話でですね、えー、マニフェスト PF という一番最初のレジストリに加えてです、ね、これ、今年になってです、ねネ、ネイチャーメディスンに、えー、報告されたものですけど、うん、マニフェストセブンティーン系レジストリっていうのが発表されたんですね。うん、これ、その名の通りセブンティとおり、17000人以上の患者さんを集めて、まあ、安全性だけをピックアップして、えー、調べてみましたよという結果なんですね。うん でこれはもうデータが出たばっかりではあるんですけれども、まあ、ざっと大まかなお話ししておきますと、まあ、こういったです、ね、タンポナーデとかストロークとかですね、えー、とフレニックナーブとか、あるいはこの鼠径の合併症ですね、こういった手技を行う上で気をつければ、なんとか防げるんじゃないかなって言われているような合併症ですね、例えばまあ機械的な損傷であるとか、まあ、先進の時の誤染死であるとか、出血というか、そういったものですね。 あとはシースとかカテーテルの入れ替えに伴うエアエンブルゼーションとかそういったものも含めてですけれどもこういったものはですねかなりえーえー時間を延ばして患者さんを広げて検証してみると少なくなっているまあ合併症の割合が低くなっているというのが分かったんですねまあ一つこれはラーニングカーブまあ有効性だけじゃなくて安全性のラーニングカーブというのが働いているんじゃないかなと。 いうのが言われたのと同時に、うん、先ほどお話しした合併症の報告例の割合を見てみると、いわゆるパーセントでした。変異率が陽決裂零三パーセン非常に低い数値だったんですね。そうなんですね。ひっぱつじゃないですね。そうなんです。なのでですね、まあこういった報告がされた当初というのはですね。 パルスフィードアブレーションって本当に安全なのか、まあ、これって危ないんじゃないかって、こんなスパスムばっかり起こったら、とてもじゃないけど、<laughs> 主義に集中できないと思ってしまいがちなんですけど、実際に、まあ、1万7000例解析したところ、起こった割合はこの程度でしたよということが言えましたし、まあ、この2つに対してはです、ね、それぞれ原因がなんであるか、あとは予防できるのか、まあ、予防の仕方はどうなのかというところも、まあ、もうかなり分かってきていることが多いですので。うん 先やっぱりモデレート以上は75%起こるかもっていうお話では、そこの、あのー、PV 以外はやればっていう話ではありましたけれども、祖、ま、母、あ、弁当の話でしたけど、ね、レジストリですから、やっぱり必ずしもスパズムにフォーカスして見ているかっていうのもありますし、ヘモライスに関しても、そこに注意しているかどうかっていうのは、まあ、ちょっとなんていうかこう気をつけなくちゃいけない点ではありますかね。 そうなんですおっしゃる通りですね、これあの、報告されたものがこれですので、実はサブクリニカルには、心電図変化として微妙だけれども、起こってるよとか、ですね患者さん、何も訴えないけれども、もちろん患者さん、セレーションかかってますから、患者さん、何も訴えないければ、よくよく見てみれば、こんな変化があったよっていうのは、おそらくまだ隠れてる可能性はあるかなと思います,す、ね。ということで。 えー、この製品がですね。ヨーロッパの市場に出てきてから、まあ、みんなどんな使い方をしてまあ、どういう風うになっていってまあ、どんなことが新たに分かって、えー、で今日本にやってくるまでの間にですね。まあ、どこまで対処ができたのかというところを第2夜でお話しさせていただきました。はい、ありがとうございました、えー。非常に勉強になりました。あの、やっぱり新しいデバイスを使ってみると、実際想像もしなかった。新しいことが。 まあ、怒っているでそれを気づかないでスルーしちゃってるケースも結構ありそうだというお話でしたけれども福原先生、まあ、実際に日本で実装するとなるとこう何て言うか、えー、ルーチンでこれやらなくちゃいけないものとかっていうのは結構言われたりするものなんですか ありがとうございます。僕もそれまさに船坂先生に聞きたいなと思ってて、例えばその今までアブレーションして安全性がこれだけ高くなってくると、まあ翌日、翌々日退院っていうのが多分日本で多くて、<laughs> じゃあそのさっき言った溶血だ、それに伴う急成人不全だっていうとこのフォローを、まあ実際、実際のワークフォローとしてどうしていくべきかって結構重要かと思うんですよね。<laughs> 翌日に採血を必ずした方がいいとかっていう。その辺先生、船坂先生ちょっとコメントいただきたいなと思うんですけど、それはどうですかね。 ありがとうございます。あの今お話ししたのは、ですね、まず最初にお話ししないといけないのは、えー、おそらく PVI だけやるのであれば、こんな合併症というのは、もう報告はさらにもう極めて低いともう、もうゼロに近いと言っていいかなと思います。まずそれが1点なんですけども、まあ、2つ目に注意しないといけないのは、使うデバイスですね。 これあるまあ特典のデバイス、ファーストインフィマーで私がずっとお話ししてきたこのデバイスでのデータですので、もしかしたら違うデバイスを使うと、この域値っていうのは高くなるかもしれないし、低くなるかもしれないし、そこはちょっと未知数なんですね。なんで、ここら辺はよく検証された上えで、まあ、自分が本当に何が必要なのか、何をターゲットにして、どこまでは許容できるのかっていうのは、やっぱり患者さん一人一人についてアレンジしていかないといけないところかなというふうには思います。 あの一応情報なんですけど、今、船迫先生があのお示ししてくれたのが、もうヨーロッパで数年前から始まっている、ただこれじゃない2つが先に日本に入ってくるんですね、<laughs> こ,のこの9月から使えているのは、それじゃない、ね、あまりこう<う>世界であのデータが多くないものが先に入ってくるので、そうなんです、そこ、うん、い不思議なところなんですけど、うん、なのでもう船迫先生が今おっしゃった通りで、ちょっと我々も手探りでやんなきゃいけない若干あるかなと思いますね。 ちなみに、あれですか、日本だとな何泊のご入院の予定になるんですかうちはですね、基本的にみんな、あの今も RF でもクライオでも3泊4日にしてますけど、あまあ同じでいこうかなと思ってますが、ああすまあ翌日の腎機能とか貧血、溶血の採血はちょっと、初期のうちはしっかりやったほうがいいかなと思ってますね。小倉先生、いかがですかお そうですねうちも、まあ、同様3泊4日でして、ちょっとお聞きしたいのが、何例かやってみた感じで、そのいわゆる先生が今、紹介してくださったパラパルスに関しては、僕らはまだやってないんですが、あの1、ー、回こうパルスかけるときに、必ずやっぱ咳が、ものすごい咳が出るんですね、うん、どちらのあのデバイス、今、日本で使える2つのデバイス。うん、それ で日本ってちょっとやっぱり全身麻酔科にアブレーションやるっていうのは、なかなか日本では多くないので、大体まあ皆さんディープセデーションでやってる先生のところもディープセデーションでしたようそうです、はい、あのー、やっぱり麻酔科の先生に都合をつけていただいて、ずっと一日中っていうのは、もう毎日繰り返すのはやっぱり難しいですので。 ディープセデーションにはなるんですけれども、うん、これもまあ僕らが見てる感じでも、個人差っていうのも結構大きいし、まあ、誰が咳が出て、誰が咳が出にくいかっていうのも、やっぱり事前にはなかなか予測しにくいかなというのもありますして、やっぱりセデーションっていうのは、一つのこのパラスフィードアブレーションの難しさのうちに入るのかなという感じはしています、ね、そもそも咳ってあれ、なんで出るんですか おそらくですけれども、これも先ほどのコロナイスパスムと同じような感じで、すね物理的にやっぱり気管支に近いところ、例えば、うん、え上の肺静脈の、うん、特に、えー、肺静脈の,その中の部分に電極がかかっているときっていうのは起こりやすいし、うん、あるいは、まあ、本当に肺静脈の外のです、ね、こう壁とか、そういうところにカテーテルがあるときに、ああのアブレーションのボタンを押されても、まあ、患者さんはそんなに反応しにくいと。 いう直接的な刺激が、ああいうふうに、せという形で出てるんだろうというふうには思われます、ねうん、今のようなデバイス、ちょっと先ほどもお話がありましたけど、カテール当たってるかどうかっていうのが分かるデバイスも実はあるんですね。一つのデバイス分かって、それ 3D マップ上でこうちゃんとあたどこの電極当たってますよっていうのが全部分かるデバイスもあるんですね、日本に出てるやつには。<laughs> それはただ石が出ちゃうと もう要は体がバーっってて動くじゃないですか咳によって、うん、そうするとマップがずれちゃうんです、ねうん、そうするとそれが使えなくなっちゃったりして、うん、いかにその咳を防ぐかっていうのが結構今僕らが使ってる中でみんなどうやって防いでるんだっていうのをみんな日本の中で今話し合ったりもしてる、うん、<laughs> ただあんまなんか先生が、まあ、先生もちろんあのヨーロッパは 3D 使う併用できないので あまりそのずれるっていうあれはないんだと思うんですけど、うん、そんなただ、なんか先生やってる中で、席でなんか同行してるっていう印象がなかったので、なんかデバイスごとの差なのか、でもやっぱり出るときは出るんですね、あれでも。そうですね、やっぱりあの完全に抑えるというのは、今のところ、うん、まあ、いろんな p f デバイスあるんですけれども、今のところそれをゼロに持っていくっていうのは、もう今の段階では難しいかなと思いますね。 PFA の方に関しては、ですねよりディープなセデーションをかけなくちゃいけない理由っていうのを、もう一回教えていただいていいですか。あ,ありがとうございます。えっ、ー、と、一つはですね、この高電圧に伴う痛み、ね、あそうです結構痛いですね、なんか、あの鎮静が浅い状態で、パルスピードアブレッションの通電が行われる患者さんですね。 やっぱものすごい顔をしかめられたりあ、そうなんですか、痛いんですね。ええ、あああなるほど。されますので、とはいえ、ですねやっぱりその事前の段階でも、やっぱりあの新陳生に使うような薬というのは入ってますので、患者さんご自身は覚えておられない、もちろん覚えておられないんですけれども、<laughs> はい、ただ、やっぱりあのそのパラスピードアプレーションで、まあ、咳がだけじゃなくて、ですねやっぱり痛くって、もうずっとあの顔をしかめられたり、動かれたりと。うん、やっぱりその痛み刺激ってことはてこんですね おそそらくそうですね、まあ、私自身はそのアブレーションを受けたことはまだないので <laughs> 分かりませんが <laughs>、ね、やっぱり痛そうではありません。<laughs> 分かりました、はい。ありがとうございましたということで、えー、2> <laughs> 第2話ですね、えーまあ、初期成績と、まあ、非常に大きい1万7000例のレジストリーから、まあ、合併症を含めた、まあ、あ全く予想しなかったものも含まれていると思いますけど、まあ、その頻度等についてお話しいただきましたということで。 えー、最終夜に行ってらっしゃい。